おはようございます。2023年8月24日木曜日の朝です。今日の体重は 64.95 でした。体脂肪率は 37.3% です。おはよう、アビラちゃん。今日もギラギラ太陽でございます。ちょっと前まで雲かかってたんですけどね、またすっきりと晴れました。暑くなりそうな予感でございます。今日もですね、特にこれといって予定はないんですけれども、暑いからね、どこかに避難するかもしれません。まずは白湯飲みます。今日の朝ごはんです。今日は卵のココットミニトマトときゅうりパンで食べます。今もうちょっとで1時ってとこです。暑いよ、すっごい暑いんですよ。もうね、耐えられないから、ちょっとお昼はですね、外で食べに行きますよ。もうエアコンのあるところに逃げます。昨日は家の中でずっと仕事してて死んじゃいそうだったから、今日はもう外で仕事する、絶対。じゃあまず行ってきます。今日はお昼つるつるっとサラサラっと食べちゃおうと思って、また丸亀来てます。最近丸亀率高いですけどね。今日のお昼ご飯です。今日は冷やしぶっかけなめうどん、それと万願寺唐辛子、さつまいも、ハムカツ、こちらは旦那さんとシェアして食べます。ごちそうさまでした。あった、熱い、熱いしか出てこない言葉が。この後ちょっとスタバかどっかで仕事したいと思いますよ。避難します。スタバ暑いた、天気やばいね。涼みに行きます。アイスのカフェラテアーモンドミルクに変更で飲みます。エアコン効きすぎて寒いから外に頭に来ちゃいました。あったかい、なんかすごく気持ちいい、あったかくて、あ、寒かった。すごいエアコン効いてて嬉しいんですけどね。でもちょっと体が冷え冷え、冷めた。ちょっと温まろう。塩バニラロール食べます。2時間くらいお仕事できましたよ。そしてですね、見えるかな、なんか向こうの空の色がやばい感じになってきてますね。雨降ってんじゃないかな、あっちの方。まあうちの方じゃないね、うちの方はこっち。あ、でもこっちも割と雲がかかってきてますね。じゃあとりあえずアビラちゃんの方にですね帰ろうと思いますよ。でもまだまだ暑いですね。さっき一時期ガンガンにエアコン効きすぎて危ない、頭痛くなりそうと思ったけど、外に出て温まったから大丈夫だった。じゃあまずは行きます。エリコロの動画、アビラちゃん帰ってきましたよ。そしてまだまだ暑いのでシエスタで涼みます。マヤさんが来ました。アイスコーヒー飲みます。カンちゃんと住職も来ましたよ。ねえカンちゃんもらったよ、お揃い。あれ出てたイエーイ、お揃いだよ。はい、今日も楽しくですねシエスタの時間を過ごしましたね。いろんな人来て楽しかった。そして今からですね、まだすっごい暑いですけどね、これからちょっとなんか隣町でですね過疎盆踊りやってるんですって。だから行ってこようと思いますよ。行ってきます。わーい、結構大きいお祭りっぽく見えますよ。ここは隣町由仁町の三河という地域で、三河駅前でこうやって櫓を立てて盆踊りやってるみたいですね。仮装してる人もちらほらいますよ。わーい、楽しいね。おー、夏だね。わー、子供のこんなのいろいろもある。熊の仮装の人発見侍さんもいる。わー、くじ引きもあるよ、すごいよ。かき氷もあるしね、クレープだってあるね。お、おむそばとかもある。冷やし焼き芋もあるよ。
ちゃんと観客席もあるよ。なんかこんなのもあるしね。フランクフルトもあるしね。わあ、なんかあるよ。すごいよ、いろいろあるよ。おおにぎり、おいなりさん。今日も一日が終わりました。暑いね。今もう夜ですけど暑いよ。家の中に帰ってきたの何時間ぶりだろうね。半日は今日はずっと外に、お昼過ぎはもうずっと外にいて、エアコンを求めてずっと車の中かどっかお店かにずっといたのでですね、まあ日は大丈夫だったですけど、帰ってきたらすごいですね。今もうガンガン今なんだっけ、扇風機回して家の中の空気ガーって動かしてますけど、無風だから本当にこもっててすごい暑いですね。皆さん体調大丈夫ですか？もうこれはもうあれですね、本当気をつけないと熱中症も食中毒もちょっと危険な香りがするこの気温ですね。もう全国的に暑いみたいですけど、あー暑い暑いって感じでございますけれどもね、私は本当念願の盆踊りをお盆、あ、北海道はお盆がだいたい16とか15とか16で終わるんですけどね、なんかそれ以降に盆踊りなんかあったんですよ。よかった、見れて季節を感じますしね。多分例年だったらお盆を過ぎてだいぶ涼しくなってきてる頃、まあそうですね、5日くらいしか経ってませんけども、お盆過ぎるとちょっとですね、北海道は今までっていうか、もっともっと、まあ、昔はですね、どん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 涼しくなっていく、秋に向かっていくっていう季節感を感じる時期だったんですけど、本当今年どうしたってくらい暑いですね。本州の方がよく残暑とかって言いますけどね、これぞ残暑なんだなって実感できる北海道の今年の夏でございますけれども、まあ、でも矢倉を見て、そしてちゃんと盆踊りもですねやっててですね、北海盆踊りっていう曲で、結構北海道のいろんな各地の盆踊りはその曲でやるんですけれどもね、北海盆踊りでいいのかな、うん、そう、それで今日行った隣町の由仁町の三河っていう地域の盆踊りは仮装盆踊りがやっていて、私動画で撮ったかな、賞金1位が5万円でしたね。すごくすごい面白かった。すごいな、クマのなんか覚醒着てる人もいたけど、暑いだろうなと思いながらすごいね、面白いなと思いながらですね、すごいいいもの見れました。今年夏を感じられる盆踊り見れてよかったです。はい、そんなわけで本当さっきも言いましたけど、今日はずっと暑いので避難してましたけれどもね、家にいたら、昨日私ずっと家にいたんですけど、もうなんか息ができないと暑かったから、もう今日は絶対外に行こうと思って、で行けたからよかった本当に。それでもちょっとか体調的に疲れも溜め込まなくて済んだかなって思いますけどね。あー、なんかもうそれしか言葉が出てこない、暑いしかそんな今日でございました。はい、そんなわけで今日夜ご飯、さっきおでんちょっと食べたんですけど、オム焼きそばも買ってきましたのでですね、この後私、いや、オム焼きそば食べます。あと自分で作った家の方に、焼き浸しのやつとかもあるし、お漬物も作ってあるので、ちょっとそれパクパクと食べて終わりかなって感じでございますね。はい、そんなわけでもう今日は暑いですから、これくらいにしておきたいと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ではまた明日お会いしましょう。また。